新年一発目のイベラジ。皆さん、新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、ということで2022年一発目の放送になります、イベルトラジオ、略してイベラジ。さあ、今年もパーソナリティを務めさせていただきます、私シャバダバフジです。皆さん、明けましておめでとうございます。イベルトガールのあかりつむぎです。さあ、ということでつむつむさん、新年一発目ということで、明けましておめでとうございます。明けおめです。本年もよろしくお願いいたします。さあ、この番組はどんな番組なのか、つむつむ簡単に番組の紹介をお願いいたします。はい、このイベラジはイベルト協賛店舗様の店内のみで放送されるラジオ番組です。月の頭に更新して、その月の新作やお得なキャンペーンの情報をお伝えしていきますので、ぜひ聞いてくださいね。はい、ありがとうございます。そしてあかりつむぎちゃんの近況なんかも聞いていきますので、皆さんぜひチェックの方よろしくお願いします。そしてですね、この、ラジオの冒頭の部分ですね、こちらのフリートークの部分を YouTube で動画配信しております。またですね、 YouTube だけの特別企画動画も上げますので、店内で聞いてくださってる皆さん、イベルトの YouTube 公式チャンネルの方のご登録もぜひよろしくお願いいたします。さあ、ということでつむつむさん、はい、新年明けましたね。ねえ明けちゃった明けちゃったじゃないんですよ。さあ、なんかあれ、年越しとか、はい、あの、何したんですか。そうですね、まあ、はい、今12月なんで、やめて、ちょっとはっきり言うの、収録12月とか言うのやめて、はっきり。はい。だからあれでいいですよ。なんか、予定としてね。予定として。はい。うん、予定として。やったってね、喋ってね、でも。ああ、うん、うん。はいはい。まあ、うん、そうですね。大体、うん、あの、音楽系見て。紅白、ね。あ、そっち系なんだ。はい。いや、なんかいろんな番組あるじゃないですか。うんうん。あ、紅白派？だってあれやんないじゃないですか。あ、今年はね。なんだっけ。あの、お尻叩かれるやつね。そうそうそう。うんうんうん。そうそう、今年はやんないから。え、はい、毎年でも本当はそっち？うん、そうですね。うんうんうん。なんか今年、年越し、まあ年越しって、家でじゃあテレビとか見ながら過ごすって感じ？うん、そうですね。さすがにちょっと。外はいいかなって感じで行かなかったんだ。じゃあ初詣とか、うん、全然今年人多そうだし。確かにね、うん、例年は行きますか。うん、ほとんどしたことないです。したことないですよね。なんで今年のせいにしたんですか今年多そうだからとか、なんで今年のせいにしたの。本来行ってないってことでしょ、だから、はい、そもそも、はい、初詣絶対つむつむ興味ないでしょいや、まあ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 、おみくじぐらいは引きたいなとは思ってますよ。いや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 、いや、例えばだからあの、うん、お賽銭して願い事してとか、一年の始めながらとかあるじゃないですか。うん、まあ、はい、うん、そんなにね、うん、人も多いし、うん、こんなに急激にトークをシャットダウンする人いますやります、みんな。やるよ、絶対。本当、まあ、落ち着いてから行く人もいるし、年末に先にやるっていうパターンもありらしいですよ、別に。うん、なんか正月らしいことってします、つむつむ。しないな。でも蕎麦は食べたいですかね。うん、ああ、年越し蕎麦とか、お餅食べたりとかは。ちょっと一人なんでね、なんかいやいやいや、そうだけどさ、なんか寂しくなる感じの言い方するのやめてもらって、はい、一人なんだよね。一人なんで。それ以上突っ込むのやめてもらっていいですかみたいな。別にいいでしょ。でもなんかお正月の、なんか小さい頃とかでもいいけど、思い出とかなんかないの。思い出。思い出。思い出。うん。でもさ、子供の頃とかはお正月嬉しかったじゃん。休みだったし。本当。え、じゃない？だって。もう、暇すぎて。あ、逆に？そうそう。あ、それが嫌だった、うん、でもさ、日本人って結構クリスマスより、お正月の方が好きっていう人結構多いと思うんですよ。へ、うんうん、だってお年玉ももらえるし、好きなもん買いに行けるじゃん、でも暇って言っても。確かに、うん。でもあんまりテンション上がんなかった。はい。そのいい思い出が特に。あ、すいません。すいません。昔の、なんか悲しい過去を思い出させてしまって。でも一応新年一発目の放送なんで、なんか景気よく行きたいじゃないですか。景気よく。お正月好きですよね。大好き。よかった。さあ、ということでね、今日もやっていきたいと思うんですけども、つむつむでも何ですか、最近が、なんか年末とか、まあ、いろいろ過ごし方あったと思うんですけども、なんか最近での自分の過ごし方の、なんかどういうことを過ごしてたのかなって一応気になるんですけど。どういう感じ？うん。最
近、まあね、冬はね、うん、ちょっと疲れやすいんで。冬嫌い？冬、うーん、まあ好きっちゃ好きだけど、うん、ちょっと体の不調がいろいろ出やすい時期ではあるので気をつけながら過ごしてますね。結構でも女の子ってそうだよね、うんうん、なんかやっぱりその日によってちょっと違うでしょ。そう、ね、今日でもあれでしたね、つむさん。はい、今日はこのね、実はイベラジって、はい、あの収録朝なんですよ、うんうんうん、朝からだからちょっと早いんだよね、いつも、ね、確かに、うん、でやっぱ朝苦手な方多いじゃないですか、うんうんうん、で徐々になんかつむつむってテンション上がってきてよし収録しましょうみたいな感じなんですけど、はい、今日なんか一発目からテンション結構高かったよね。そう見えました？うん、本当？いつもよりもなんかもうおはようございますの時ヤッホーみたいな感じだったよ。それは捏造されてる。捏造してないか。でもそうじゃない、なんか今日なんかテンション高いなと思ったけど。本当、うん、まあ目覚め良かったんでね。あ、よかったよかった、はい、よかったです。目覚めが一番ですから。つむつむの目覚めにかかってますから、このラジオは。はい、はい、今日はねだから楽しい放送になると思いますので、はい、皆さん最後までチェックしていただきたいと思います。